CHR はトヨタ自動車が製造・販売するコンパクト SUV である。トヨタの SUV では初となるすべてのトヨタ系ディーラーでの取り扱いになった。生産はトヨタ自動車東日本の岩手工場が担当している。トヨタの次世代世界戦略者として世界100カ国で展開されるコンパクトクロスオーバー SUV である。そのコンセプトカーは ラブヨンプリウス86の3車種の長所を合わせ持つクロスオーバーとして登場した。キャッチコピーはトヨタの世界戦略 SUV。ニュルブルクリンクをはじめとする世界の様々な道での走行テスト、欧州の一般道路でのハンドリングやショックアブソーバーのチューニングなど運動性能にこだわって開発された。レスポンス、リニアリティ、コンシステンシーを突き詰めることで コンセプトである我が家の走りを徹底的に追求し CHR ならではの味付けがされている。加えて発売直前のニュルブルクリンク24時間レースにおいて試作車をレース仕様に仕立てた CHR レーシングを投入するという試みもされ、発売後もニュルやラリー競技にベース車両として用いられるなどスポーツカーさながらの運用がされているという移植の クロスオーバー SUV である。開発取材を担当した小羽広雪はプライベートでサーキットに通い FJ1600 や 86BRZ レース鈴鹿クラブマンレースにも参戦したことのあるほどの車好きで知られる。従来のトヨタ車にない斬新なスタイリングは賛否こそあったものの市場での評価は高く発売後半年後の2017年4月には 日本自動車販売協会連合会が1968年に統計を開始して以来 SUV として初の社名別月間販売台数1位を記録した。また欧州でもハイブリッドモデルを中心に人気を集め、トヨタのイメージを大きく変えるきっかけになった。海外では東南アジア仕様は1.8リットル自然吸気、北米仕様が2.0リットル自然吸気を搭載。なお、 欧州仕様には発売当初からマニュアルトランスミッションの設定がある。後期トヨタを通じて2018年5月に発売された中国仕様は新開発の2.0リットル自然吸気を搭載している。また中国向けには1機トヨタが販売する姉妹車、イゾアも同時発売された。2020年4月16日に中国の上海モーターショーにおいて CHR およびイゾアの電気自動車モデルが世界初披露された。トヨタブランドとして初めて中国向けに導入される電気自動車となり、2020年の販売開始がアナウンスされた。プラットフォームは2015年12月発売の4代目プリウスで初採用されたトンガを採用。トンガプラットフォーム仕様のモデルとしては2車種目となる。 またコンベンショナルモデルとしては、トンが第一号である。サスペンションは、フロントに新開発のマクハーソンストラット式、リアにダブルウィッシュボーン式のサスペンションを採用。フロントには、トヨタ車としては、異例となる、標準サイズを超えた大型スタビライザーを装備したり、プリウスでは、ゴム製だったブッシュを、金属製のボールブッシュに変えて、 ハンドリングを向上させるなど、走りの質感向上のための専用設計の部品が多く見られる。前期型では、欧州車での採用で、名高いザックス車製ショックアブソーバーを標準装備したことで話題を集めたが、2019年11月のビッグマイナーチェンジでは供給の都合により、日立オートモティブシステムズ車製へと変更されている。 発売当初のラインアップは 2WD 車が1.8リットルハイブリッド、4WD 車は1.2リットルターボの2種のみであった。2018年5月の一部改良時に1.2リットルターボ車に 2WD を追加設定している。また2019年に国内でも追加された m t 仕様は自動ブリッピング機能を備える INT を採用している。 4WD システムはハリアーに先行採用されていたダイナミックトルクコントロール 4WD で滑りを予測した時のみならず、舗装路でのわずかなステアリングの打角にも反応して、後輪に駆動力が配分されるようになっている。空力面ではデザインを犠牲にしないため、通常を取り付けられるサイドスポイラーではなくリアスポイラーを装着した。 また、空力開発にあたり車の下側も位置から再設計した。安全性については、歩行者検知機能不衝突回避、支援型プリクラッシュセーフティー、全車速追従機能付のレーダークルーズコントロール、レーンデパーチャーアラート、オートマチックハイビームをセットにした、衝突回避支援パッケージ、トヨタセーフティーセンス P を、全車標準装備としている。CHR が属する。 コンパクトクロスオーバー SUV 市場は、多市場に比べ内外装デザインを重視するユーザーが多いため、デザインにも徹底的にこだわっている。外形デザインは、デザイナーの思いをそのままの形で実現することを目指して開発。センシュアルスピード、マイナスクロスをキーワードに、スピード感あるキャビン形状、彫刻的な面造形。 ダイヤモンドをモチーフに強く絞り込んだボディと大きく、張り出したホイールフレアの対比など、独創的なスタイルを追求している。そこに、トヨタのデザインモチーフ、キーンルックやアンダープライオリティなどのエモーショナルなデザイン表現により、軽快さと力強さが大胆に融合した個性際立つ、スタイリングを実現した。また、リアアートサイド,ドアハンドルは、ボディに一体化し、 存在感を抑えることで、ミドアクーペのような印象を与えている。このコンセプトカーほぼそのままの、ダイナミックで挑戦的なデザインは、多くの賛否を生んだが、おおむね高く評価されており、国内では2017年度グッドデザイン賞ベスト100に選ばれ、海外でもワールドカーデザインオブザイヤー2017の最終選考3台にも残っている。G と GT に発売当初、 メーカーオプションとして選択でき、2018年5月のマイナーチェンジ以降標準装備となっているバイビーム LED ヘッドランプには、トヨタ社初採用となる LED シーケンシャルターンランプを採用し、デザイン性も両立している。インテリアは、質感、形状、色など細部にこだわり、大人の感性に響く衣装を追求したほか、メーカーを中心とした操作パネルをドライバーに向けて、 配置するなど、運転に集中できる、ドライバーズ空間を実現した。また、ドライビングポジションの設定を高めにしたことで、前方視界も良好にしている。なお、内装色は、ブラックとリコリスブラウンの全2色を設定している。一方、デザイン重視であるため、左後方視界や後部座席の快適性は、犠牲となっており、その意味では2プラス2シーターのクーペと呼べるような、 趣がある。実際に開発責任者は、セリカのようなスペシャリティカー的、コンパクトクロスオーバー SUV を目指したとも、語っており、インターネット上でも、SUV クーペと紹介されることがある。なおトヨタは2001年に、WRC やパリダカなどのオフロード系、レーシングカーから着想を得た、RSC なる、クーペスタイルの SUV のコンセプトカーを披露している。 CHR との関係性について公式で一切言及されたことはなく、ごく一部のメディアが取り上げるのみだが、これのフォルムに近似性を見出して、CHR の先祖と考える向きもある。市販車発売半年前の2016年6月、ニュルブルクリンク24時間レースに参戦するため、トヨタは CHR のレーシングカーであり、プロトタイプとなる C、 HR レーシングを開発。車高の調整や、リアウィング、ロールケージ装着などの改造はあるが、基本的には市販車アルファーの状態を目指した。参戦の発案は、CHR の開発主査の小場広行によるもので、欧州へのプロモーション、見通しの悪くて、狭い、荒れた道でもきっちりと対抗車とすれ違えるための、足回りハンドリング作りだと語っている。なおトヨタが、 クロスオーバー SUV を、ニュル24時間に参戦させるのは、レクサス RX400H に続き2度目となる。ドライバーには、ニュル常連の影山正彦と、佐藤久美のほか、トヨタヨーロッパ NV、SA 車両実験部のマスターテストドライバーで後に、グレーンスープラの味付けを手掛けた絵、ルフィダーネンス、トヨタ社員チームの、ごう歴農用西部の片山智之が名を連ねた。 チーフメカニックは 86GRMN や後に4代目、ヤリスにもテストドライバーとして関わることになる、スゴ腕技能用西部の大阪明弘。タイヤはブリジストンを履く。ニュル24時間の前哨戦となる6時間の予選レースでデビュー。コース上に巻かれたオイルを踏んで、スピン、接触するトラブルに見舞われながらも SP に T クラスに、総合56位で完走を果たした。 この時、影山雅彦、佐藤久美と共に開発責任者の小葉博之も2周では、ありながら決勝レースを走り、仕上がりをチェックしている。その後2週間後ニュル第9シリーズ第2戦にも参戦し、雨の予選でクラストップの改装を見せるも、決勝は駆動系トラブルで、リタイアに終わっている。またこの時、リアのスタビリティに問題を抱えていた。ニュル24時間本番。 3時間半の予選1では、クラス5位を獲得。前線での改良の甲斐あって、前線で問題のあった、信頼性、スタビリティは解消され、マシンは至って好調。影山は、ドライ、ウェット問わず安心して走れるとコメントした。予選には、天候が不安定なため出走を見送った。決勝では、人為的ミスにより燃料切れが起きたが、1時間ほどで、レースに復帰。 雨や霧が連続発生した上、大粒の氷が降るなどコンディションが大いに荒れた24時間であったが、この週末通してマシンそのもののトラブルは一切なく、影山のスタート前と全く変わらず、絶好調。という無線とともに、総合84位で完走を果たした。レース終了後、影山雅彦は、スタート直後の悪天候による赤旗中断の関係で、 結果的には8時間くらい乗ったのですが、全然疲れない上に乗りやすいので、まだまだ乗れる感じでした。佐藤組は参戦者の中で最も低いパワーなので直線はライバルにかないませんが、コーナリングはクロスオーバーを感じさせない走りで全然負けていませんでした。市販車ベースのレーシングカーはどうしてもベース車の蘇生がついて回りますが、ベースがいいのですぐにセットアップが決まりましたと、 コメントしている。その後 CHR によるレース参戦は途絶えていたが、2019年のニュルブルクリンク24時間レースに画像レーシングチーム、タイランドが2台の CHR で SP3 クラスにエントリー。エンジンはトヨタ 3SGE に換装されている。決勝では1台はスタートを切れなかったが、もう1台がトヨタ 86Z と競り合いを展開。 総合80位で完走し、クラス3位を獲得した。2019年に日本を代表するラリーコンストラクターのキャロッセが、エイプクや JSR 向けに AP4 規定に合致した CHR を発表。1.2リッターエンジンの 4WD モデルをベースにし、ポーランドの大都古社が開発したボディキットを装着している。サスペンションには従来まで、 同規定で使用していたビ i t s 4 w d のデータが大量にフィードバックされており TRD 製のカスタマーエンジンも同社からキャリーオーバーする。同年9月の A ク JSR ラリー北海道でデビュー戦し全 16SS のすべてでトップタイムをマークし総合優勝を飾っている。2020年には TRD とキャロッセの支援のもと TRD タイランドと TCD アジアが独自に開発した a p 4仕様の CHR がトヨタチームタイランドとしてタイ国内選手権に参戦している。なお、発売前の2016年の新ロラリーでは一般公開及び豊田秋雄社長によるデモ欄が行われた。またトヨタが2017年に復帰した WRC ではレイカーなどのオフィシャルカーに採用されている。 2017年10月31日に、米国トヨタ販売は、セマショーにて、レース仕様の CHRR 中運動を公開。駆動形式は FF のままで、タイヤは東洋のプロクセス RR を履く。2AGFE 型2.4リットル直列4、気筒ターボは600馬力を発生し、0から60マイルパーアワーを2.9秒で加速。 ポルシェ 911GT3RS ヤニスさん、GTR ニスモをしのぐタイムを叩き出す。ただしプロモーションがメインの目的であったため、レースへの投入はされなかった。デザイン面ではコンパクトで、ボディがリフトアップされた格好良いプロポーションを意味する、コンパクトハイライダー、またはクーペのようなスタイルから、クーペハイライダー、走りの面では、 ハッチバックのようにキビキビ走れるクロスオーバー、SUV を表現した、クロスハッチランアバウト、それぞれの頭文字を掛け合わせた造語。なお、トヨタは、カローラやクラウン、センチュリー、セリカ、カムリなどのように、C を頭文字に採用する車種が多く、CHR もその例に含まれる。ありがとうございます。